まあオスカーでキラーランスをぶっ破して帰っていきましょうか、配置。うん、それでいいような気はしますね。よし、いけ、よし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 、まあ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 、これでちょっと耐えて、でカラスの範囲外に待機して、でボーレで粉砕しましょう。よし、いけ、バーンよし、これでレベルアップする。上級職倒したよ。全然足んねえ思ったより経験値がしょっぱかったんですけど、で鉄の剣と対峙するけど、まあさすがにね、そんな生倉の剣じゃボーレを突破することはできませんよ。鋼のボディをねやろうなんて甘い話ですよ。でねえ、まあとはいえちょっと心配があるとすれば、この辺の2マス攻撃っていう感じなんですけど、まあこの辺はね、うん、まあドアがいてもセネリオには届かないが、まあこのターンでもどっち回復しても別に問題はないのか。あ、だったら例えば和湯でここの範囲とかに立つことによって、剣士とカラスの両方を相手するっていう方法でもありですね。じゃあ回復しましょうか。うん、よし。でまあ速さが高いんで全然問題なく相手できるっていうのと、体験を持ってれば火力さすがに通るよね。うん、さすがに鉄の剣じゃ追撃取れたところでまあ倒しきれないんで、ここは鉄の体験を持って、うん、この辺かな。よし、これでどう。であとはネフェニーのターンなんですけど、なんかちょっと怖いんで下げとこう。よしよしよし、これで相手ターンで、まずはアイクに来ると。さあ、まあそのハルバーディアの攻撃は別に硬いし HP 高いしで全然問題ないですよ。問題があるとすれば、この上級職の経験値をアイクに取らせちゃうことがちょっともったいないかなっていうぐらいですよね、多分。まあまあまあ、それもまあしょうがないっていうか、サンダーが痛いむしろまあそれはしゃあないか。で斧兵が来た、斧兵が来た、斧兵が来た、これ避けよ。あ、待ち伏せ、あ、ひでえや。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ。そこ詰まっちゃうか、斧兵が。まあ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 、でカラスはまあもう空中戦ですよ。でまあ別にあの和湯に来ても上級職扱いやからよかったんやでまあそれはね。であれなんですよね、でもあれか、もうあの弓兵がいなくなったから、もう右はもう怖いもんなしなんですよね。となるともううおーって攻め込んでもいいような気はしてきたが、嘘やろお前、なんでそんなことすんの外したいやちょっと俺の経験値取んなって。いやまあまあまあ、外すならいいよ、外すなら。ちょっと待って、ちょっと待って、応援が来てしまったぞ、応援が来てしまったぞ。で、のしときさんは何もしないんですね。何なんだあいつは。ガトリー邪魔、宝箱開けたいんですけど、ちょっと、くっそ邪魔じゃね、あいつ。マジで言ってる？なんか、ギャグみたいな邪魔加減なんですけど。くっそ。で、こっちはなんかやばいのいる？特に一緒か、一緒やな。うん。一緒なんで、この辺で空中対決してもいいし、邪魔やな、こいつ、マジで。ひでえことするな、ほんと。じゃあ、これでもさすがに余波は痛いか。うん。ね。後ろから来ましたって言って攻めちゃう。さすがにやりすぎか。キルソードいてるもんな、だって。いや、強えわ、こいつ。こいつは強えや。じゃあ、さすがに正面切っていくしかない。となると、3、4体相手することになるんですよね、オスカーが。ちょっと冗談きついな、それは。それで。
まあしょうがないんだけど、しょうがないんだけど、しょうがないんだけど、オスカー、いや左から攻めるか。じゃあうんですね。まあまあまあ鉄の体験で、いやーこれ外し期待してね食らったら、まあでもオスカーが前に出てくれる分には全然対処しきれるんで、まず軽くあしらいましょう。こいつはマーシャでおやつにしてあげようぜと。でまあ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 経験値がね、今回マーシャ大活躍ですね。なんかもうちょっと成長しただけでこんなにこんなにたくましくなるなんて、ていうか守備勝った。でうん、まあまたカラス釣れるんでこの辺でいいかな。よしで、うん、かぶってますね。なんで、でとなると、左からの攻撃は何も恐れることはない状態なので、じゃあワユで鉄の剣で、まあまあ30でしょ、命中30やったら当たんないですよ。よしよしよし、で、ね、しっかりとひょいひょいして、経験値に変えてあげて、でオスカーで突撃と。よしよしよし、いいぞ。オスカーでキラーランスのパワーを見せてやりましょうか。ここはいやー鋼のやり、鉄のやり、あ鉄のやり2回攻撃出るやん。じゃあ鉄のやりって、でそれ以外に怖いやつはいないよね。うん、13でしょ、5ダメージなんですよね。じゃあ全然大丈夫よ、大丈夫大丈夫。こいつが一番だってパワーありますもんね。そんなことなかったわそんなことなかったけど、うん、そんなことなかったけどそんなことなかったけど、6ですよね、6ダメージで、4ダメージ、つまり10ダメージで、もう一回反撃っていうか次のターン食らって16ダメージで、ハンマーから攻撃された場合21なんで、11食らうから、27ダメージで5ダメージなんですよね。じゃあ耐える、うん耐える。他来ないよね、来ないよね、来ないね、来ないね、来ないね来ないねちょっとカラスの範囲はって思ったんですけど、それは大丈夫そう。じゃあここ鉄のやりでもうツンツンしちゃいましょうか。よしいいぞ、上級職とやり合うどころか、もう上級職を軽くいなせちゃう。オスカーさんかっこいいっす、たまんねであれですね、多分こいつらがうおーって言って反撃でやられるまでは多分テンプレやと思うんでで、ガトリ邪魔、はいでガトリを拉致して待機で、フォルカで宝箱を開けに来たよと。よし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 、でおなんか特攻武器ゲットしましたね、いいぞ。で次上かな、上かな、微妙なラインですねこれ。うんライクはちょっともうちょっと頑張ってもらいたいなこれは。うんそうやな、そうやな、ボーレを救出係にするのはさすがにもったいなすぎるんですよね。となるとあーそこ入っちゃうよね、そこ入っちゃうよね、そういうことするよね。じゃあボーレはこのターン耐えてもらって次のターンうおーっていっちゃいますか。それでいいような気がする。この剣士の範囲には入らないんですよね、ここに立たせた場合。こいつだけなんですよね。あとはまあこの辺の斧同士で殴り合う分にはぶっちゃけもうね気にしないっていうか、もうね存在を認知する必要がないレベルでいやそれは言い過ぎか、パワーは半端ないですもんね。当たっちゃった場合を考えよう、当たっちゃった場合は
あ、でも守備7まで伸びてるんですよね。まあ7までって言ってもとなると、14ダメージで倒す倒す前提で次が9プラス1の10ダメージ24倒すで、これが、ボールが5なんで8ダメージとなると32なんですよね。耐えますね、耐えますね。これはこれやばい、これやばいわ、これやばいわこいつやべえわ、ちょっと待った、こいつやべえな、こいつやべえじゃん、こいつやべえか。じゃあ例えばマジックシールドをボーレに使うといいんじゃないですか。で手を登ってあのブンブン振り回す作戦で、よし、それで行こう、それで、でまあ、まあのボーレが壁となって、でこの剣士の範囲にだけは入りたくないので、まあここで待機っていう感じですね。ちょっと待った、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 のしとひくる。いやでもここにアイクがいてけえへんねやろ、じゃあけえへんやろ、まさかなんかキルロイだけ狙いに来るなんていう、そんなバカなことはないでしょう。うん、こっから、いやでも次のターンから動く可能性もあんのかな。そうなった場合ネフェニーで救出できるか、ネフェニーで救出できるか。じゃあボーレをここに待機して、で鉄の斧で待機かな、でで体当たりで、セネリオが、セネリオがそういえばしれっとね結構食らってるんですけど、で救出できるね、よし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 。じゃあこれで救出してしまえば問題はないか、よし。でうん、アイクどうしよう、もう一ターン回復飲んで耐えてもらうか。そうやな、もうすぐボーレが増援に行くから頑張って耐えてくれもうそれしか言われへん。でこいつはちょっとさすがに相手するの苦しいから、うん、次のターンぐらいかな、余波で続けるのは。余波はでも、うん、右も左も動けるように真ん中かな、よし。これでどう、え、ちょっと待って、ん、何のようですかあなた。お偉い人間様ってのは融通が利かないのが常だね。ああして痩せ我慢して死んでいくのがオチか。しかしこうやってただ指を加えて見てん、うそ、え、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った、え、坊ちゃまへ寄せって何万回言わせれば、言えばわかるんだニアルチ。坊ちゃまは坊ちゃまです、何万回言われてもこれだけは譲れませんぞ。王になられてもこのジーメには、お尻に卵の殻がついたままの可愛い坊ちゃまですじゃまあ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 、ああ、あくそ、もう6時ジーメ、あ、ここでジジイが止めてくれたと。まあいい、どうするの、どうするっていうの、え、おいそこの前、はっ、戦乱のどさくさに紛れて積み荷をいただくぞ。あちらさんは生身の人間にしか興味はないようだ。だったらお宝は全部我らカラスの民がもらったところで問題ないだろう。あ、そういうことね、じゃあ全然問題ないわ。うん、人間どもめ、戦え戦え、その間にキルバスは黒いくちばしを研いでいるからさ。はは、増えましたか。まあでもそこにはマーシャが待ち構えてるんで、これ上から来ないあいつら、なんかそれだけちょっとなんか嫌なんですけど、むしろマーシャで受け止めきれない配置に行かれるのが一番こっちとして辛いかなっていうところがあるんで、やめていただきたいところではあるんですけど。でアイクさんがもうすぐレベル20になっちゃいますね。で相変わらずパワーみたいな
ステータスしてるんですけど、まあいい感じですね、強えやこれは。で、そっちのサンダーをまあ避けるか。おいしいおいしいおいしい。これじゃあ薬がちょっと余裕出てきそうな雰囲気はあるが、で魔法使い行きますね。うん、でこっちに来るけど、ボーレはねマジックシールドをつけたんでね。でそこの剣士がやってくるが、まあ相性が悪かろうがこれは全然持っていける。でちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない危ない。なんか一瞬ちょっとなんか計算どうなったっけなっていう不安がよぎったんですけど、でちょっと待って、マーシャ無視すんのあんたら、それは許されないよ。おー、でまたそうやってそこ邪魔するでしょ。あ、これあは、経験値、経験値、まあそれはいいやでなんか何気にちょっとやばかったような雰囲気があったんですけど、耐えましたね。じゃあそこのカラスさん、マーシャさんを無視するだなんて許しませんよ。まあ、これはうん、槍で突破するとして、槍で突破するとしてどうすんのっていう感じなんですけど、まあこれは回復せざるを得ないですよね、ボールに関しては。での斧でワンパンはできない、鋼の斧でもワンパンはできない、となると、となるとちょっと痛い、ちょっと痛いけど、ちょっと痛いなちょっと痛いけど、まあ耐えるんすよね、耐えるんすよね。でこれはやばいこれはやばいけど、バイクで例えば削った場合、うわ追撃出るようになってる、黒容赦ないですねこれは。じゃあもう一旦アイク耐えれるか。いやむしろこっちなんですよね心配は。これは和牛を前に出したとてどうなるっていう感じなんで、いやー、これ、フォルカで、オスカー倒したかったな。オスカーちゃん、オスカー倒したらか、もう、背中からブスリってやられちゃう、ちょっと、困っちゃうんですけど、じゃあ、オスカーで倒して突破して、で、どうしようっていう感じですよね。まあでも、うん。こいつはもう、ほぼほぼ、オスカーで倒すこと確定。で、どこに配置するかなんですけど、まあ、ここまで来て相変わらず力は伸びないんですけど、まあ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 、まあ今に始まったことじゃないですよ。で 1,2,3,4,5,6,7,8,6 までなんですよね。じゃあここに立てばキルソードは釣れるけど、釣れるけどって感じなんですよね。ここかな、ここかな、ここかな、ここやな。で、できれば行ってほしくない。できれば行ってほしくない。ここから上がれるのか。上がれるのか、上がれるのか。ちょっと待って。ずるいよ、それ。そういうことする。っていうか、鉄の槍で追撃出んの。グロいな。グロいな。グロいな。でちょっとこいつが後ろのが強いのね。ああ追撃は出ない、追撃は出ないが、追撃は出ないが、ラグズガード持ってるマーシャに対してはまあねまあまあまあダメージが通んないようなもんなんで、まあ3と333で4入ったとしてですよ、となった場合は13ダメージプラス3耐えますね。じゃあマーシャでこいつ続いちゃいますか。でしっかりと阻止をしたい、阻止をしたいが、阻止をしたいが、こういうのはあれですよね、多分左上の
宝箱とかが大体いいやつっていう予感はするんですけど、予感はするんですけど、これ以上止まんないか。でもさすがにここに繭を置くと、繭を置くと、置くと、いける？いけない？いけそういけそう、なんかいけそう、なんかいけそうな雰囲気ありますよね。うん、うん、じゃあ繭で待機しちゃうキャンペーンして、あれダメっすねどのルートから回んの？こっち？こっちなの？こっちはもう無理よ、無理よさすがに。じゃあちょっと待って、でキルソードが11に対して3倍食らうとさすがに死んでしまうんですよね、ボールであっても。じゃあダメダメっていうダメっていう感じなんで、じゃあどうする、じゃあどうする、切り替えていく、右、まず右開けていく。うん、いやー、フォルカ遠距離攻撃かなんか持っててくれたらよかったんですけど、じゃあテオノで、いや、うん、これは死んじゃうからダメ。テオノでそもそも先制で殺されへん、そん、いやー、こんな危ない橋渡れへんな。 61% で外したらやられる可能性が高いんですよね。それはさすがにさせられへんよなさせられへんよな。なんで、うん、じゃあケビンで叩いてガトリ解放しちゃうか、それでもいいような気はしますけどね。うん、そうですね、ガトリ解放しましょうか。じゃあまずメフェニーで、あれなんですよね、キルロイを背負いっぱなしっていうのが割と苦しいところがあるんで、まずは下ろす。でこのターンキルロイが何もできないのが非常に苦しいが、でもあれなんですよね、残り4ターンしか宝箱は漁れないってなると、まず右の2つで左のはちょっと諦めるしかないかなっていう感じが若干あるので、そうなった場合まあ真ん中と上とっていう感じなんですよね。じゃあまず右に向かっときますか、今回は。でこれボーレでテオノでやっちゃうか。よし、いけ。でまあ反撃は別に問題ない、まあね、駒棒にバフをかけてるんでここは大丈夫で、カラスは、あ、まあでもミストも範囲に入ってないんで大丈夫ですね。なんかいきなりなんかね、やっぱそっち狙うわみたいな感じでね、狙ってこられるとちょっとどうしようもないんですけど、まあそんな無茶なことはしないでしょう。ガトリ下ろして、うん、まあテオのブンブンとか、まあ好き勝手できるようにケビンは右に連れて行っとくかかな。でセネリオは傷薬飲むのいらない、まあ飲んどくか。うん、問題はセネリオが 18HP あったところで何か耐えれるんかっていうと、のしと火の攻撃を一発耐えれるぐらいか、十分っすねそれは。で残りはヨハとアイクなんで、鋼の剣で、いやただ命中が不安なんで、ここはまた守りから入りましょうか。あ、え、何、またなんか来たよ。ちょっと戦かヤナフ、透明は使えるか、透明演目なんだはいはい、今、今日は霧が出ておりませんからお任せくださいよと。でもティバーンさんでしょ、絶対いい人ですよ。うん、きっと
わかんない、どうなんだろう。でも今までのこのストーリーの流れでは、あのタカもカラスも悪い人みたいな、そういう話になってたけど、どっちなんだ、敵なのか味方なのか。で、中央は間違いなく人間、宿敵ベグニオン帝国の船です。宿敵なんや。それから残りの船はどこですかね。どっちも旗を出していませんが、やっぱりこちらも人間です。片方はベグニオンの敵、もう一方が味方って動きをしてますね。あー、くっそー、ちょっと待って、下船な、ウルキー、奴らが何を話しているか聞き取ってみろ。少しお待ちを。ベグニオンの船には紳士が乗っている。救援に来たのはクリミア王女の部隊、これは傭兵のようです。最後に乗っているのはならず者ではなく、どこかの国の正規兵ですね。キルバス王と何か契約があったようですが。紳士だと？そうか、それでお月の天魔騎士どもが血素を変えてうろついているのか。どうすんの、どうすんの、ティバーンさん、鷹の王ティバーンさん、我々も動きますか。紳士がいるっていうのは随分魅力的な話だがな。しかし他人の、尻馬に乗るっていうのは、あ、よかった。じゃあ、あれか、あのカラスさえいなければ、もうあの目の敵である、なんかね、サナキさんをぶっ倒してやろうって攻めてきてた可能性があるんですけど、今回はカラスがいるから、まあ見逃してやろうと。ああ、よかったよかった。後で偵察をやって結果だけ報告させろね、報告させろと。なるほどね。何だったんだあいつら何しに出てきたんだ。ちょっと待って、なんで右に来たのあいつ分からん分からん、ちょっと待って。ただ言えるのは、右がちょっとなんかあいつが来たことによって若干ピンチじゃねえみたいな、そういう空気があるんですけど。カラスが来ちゃったよ。で、アイクさんはまあ問題なさそうで、問題はなんか上とか左の敵がどう動いてくるかなんですけど、剣士はオスカーと来るで、おお、そこ必殺で出たら結構ちょっと怖かったんですけど、まあ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 、で、あーですよね、やられちゃいますよね、それ。すげえ速度で奪っていくな。で、真ん中まで、あー、これすり抜けてくんのかっていうことは、っていうことはまあまあまあ、ほっといたら、ちょっと待って、ほっといたらガンガン経験値を奪っていくのかお前たちなんてひでえやつらだ。で、またカラスが追加で来ると。じゃあ、あ、でもカラスの経験値は魅力的なんですよね。じゃあ、さあ、こいつは余波でやっちゃうか。なんか他の人たちは別にあれなんですね、カラスのことを狙うとかはないんですね。ああ、そこ、あれ？これ1マス離れてる扱いなんですね。へえ、なんか変な配置ですね、やっぱ船の上って。まあ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 、ただカラスがただあれですね、剣士がもういなくなったんで、じゃあもうこれはボーレのターンですよ。もうこっからは八つ裂きにしてやるぜ悪魔のように襲いかかってやる。覚悟しろよ、ほんと。あ、ちょっと強え。ちょっと待って、これはやっぱ回復いるね。で、ミストで、ボールを回復する。で、で、この剣士は、まあ、予定通りオスカーで、なんとかするにして、カラスは？まあまあまあ、どっちもまあそんな大した攻撃力じゃないんで、別にって感じですよね。問題はこの魔法なんですよね。じゃあ、ボーレで、マジックシールド効いてる間にボーレで、好き勝手しましょうか。好き勝手するでいいですよね。で、こっちは、セネリオが、ボスの攻撃耐えるんで、っていうかこいつの攻撃も耐えるようになったんで、セネリオは、まあ、このハルバーディアをやっちゃいましょう。なんか上級職をあのレベル低いキャラで取るのはちょっと抵抗があるんですけど、まあまあまあね、そうは言ってらんないんで、まあこれはやっていく。で、経験値美味しいです。そんなに美味しくなかった、あれ、まあこんなもんですかね。で、この魔導士はちょっと痛いが、
この弓兵も動いてくるんですよね。じゃあ前に出て回復飲みましょうか。うん、ちょっとアイクは自給自足みたいなところがあるんですけど、でこのカラスはケビンじゃちょっと命中が不安で、この魔導士に対しては、あー、オスカーだとあ、でも5ダメージか、やり過ごせるけど倒せないのか。倒せないならばもうボーレでやっちゃいましょう。これはしょうがないね、あの耐えちゃう君が耐えちゃう君が悪いんだよ、すまんね。ということで、オスカーではなくボーレにやられる、あの地獄のような苦しみを。でクラスチェンジ来ました。ついにクラスチェンジ一発目はボーレですよ。でこれでマスタープルフを無駄になったんですけど、なんかあの売却して武器買ってなんかボス地区した方が効率がいいような気がするんであのマスタープルフっていうか、持ってても僕多分ね、悩んで悩んで使わずにいちゃうと思うんで、まあまあまあ、これはもう普通にレベルアップで、よし、いいぞ、ウォーリアー、うわー強いいやこれで守備に嫌がるのやっぱでかいっすよね。で、まあ、全部の能力が2ずつぐらい伸びたところで、でまあ弓使えるようになりましたと。申し訳程度に弓使えるんで、鉄の弓持たしときゃよかったか、まあいっか、それはしょうがない。うん、ちょっとこの事態はあんまり想定してなかったんで、うん、しょうがないよそれは。であいつはどうやったら攻撃できるんやあいつはどうやったら攻撃できるんや、それがちょっとわかんないが、もうフォルカはもうちょっと物色優先でいきましょう。でエルファイアー美味しいね。まあまあまあ結構いいもん乗ってますねこの船で。まあこの辺のカラスをやっちゃわないと物色されちゃうよという感じなんですよね。とはいえなんですよね、無理していけるかっていうとそうでもないので、ここは余波で弓をぶち込むかしか、まあ選択肢はほぼないかな。うん、なんで、これはまあ余波の弓でしっかりと経験値に変えていく。でこれカラス湧き続けるならもうのしと火無視で、あのカラス狩り続けるショーにしてもいいような気はしますけどね経験値めっちゃ美味しいんで、あのなんかバカになんない経験値をくれるんで。でただそもそも大丈夫なのかっていう、あのうちの面々大丈夫なのかっていうその不安だけあるんですけど、やっぱカラス硬いっすよね。でこいつなんともできないのがちょっと歯がゆいんですけど、マーシャで積んどく、積めないか、足んない、1足りない火力1足りない、手やりでやっちゃうか、やっちゃいやつ。オスカーさん、この線は細いなさすがに。うん、なのでどうするかなんですけど、ケビンはとりあえずミスト救出しとく、とりあえずね。必要があったかは分かんない、必要があったかは分かんないけど、ただ宝箱を一直線に狙ってきて、でなんかまあ結局なんかまあ攻撃、あの相手からは攻撃してこないっていうのであれば、まあもうねチクチクしながらなんとかする戦法でいきたいが、このキルソードでも早めに止めたいんですよね。どっちかっていうと命の危険が割とガチで命の危険があるんで、そうなった場合どうなるの。とりあえずキルロイはネフェに下げて、キルロイ回復するか。ネフェニーはここまで下げて、でライブで回復で、よしよしよし、でレベルアップ。何気にキルロイはもうちょっとこのターンというか今回引っ張りだこっすね。で魔力はもうあの
パワーなんで美味しい。で、和湯で追撃いっちゃいやすなでも必殺率を考えると鉄の剣の方が期待値としては高いんですよね。まあ2回チャンスがあるが、あーでもそっか、結局もう一発で7ぶち込めるかどうかの違いなんで、そうなってくるとやっぱ微妙なラインですよねじゃあ当てろ、いけ、外す外すよね。じゃあなんかとりあえずこの辺待機しとく。ちょっと痛かったもんね敵の攻撃で待機して、でなんか知らんけどケビンが安全になった。まあ狙ってこないとは思ってるんですけど、倒しとく。いやそう、倒せないんだった。じゃあ1,2,3,4,5,6、うん、まあ別にこいつの範囲にはマーシャが入る心配はないので、とりあえずツンツンしとくか。いやこれでも、うん、鉄の剣で確実にこの剣士は持っていっときたいですよね。うん、よし、じゃあまずは鉄の剣でしっかりと数を減らしていく戦法で、まあ戦法っていうかもう当たり前のようにやるべきことをやってもらって、で、ちょっと待って、よく見えてなかったけどこんなやついたの。まあでもこいつは、うん、他のカラスと変わんないんで、とりあえず、まあ、削るか、3とかですよね。うん。じゃあ、3、4、3なんですよね。3、4、3なんで、10ダメージ、プラス3を食らったところでマーシャは大丈夫なので、まあツンツンしましょうかと。よし、いけ、鉄にありを見せてやれ。必殺出ると美味しいよ、必殺出ると美味しいよ。マーシャ出ないかな。出ないねまあじっくりと削っていきますよと。よし、でこの辺かな。でどう、また宝箱を狙ってくる。あえうっそ嘘、カラスおめえそこを占領すんの。いやーそれはきいいえ、マジか。はあ、なんでくっそこの戦いには関与しないって言ってたじゃないですか。マジか、そこは空いてたら取られんのか。くそ次回へ続きます。